ちら買ったのに全然使われていないパンプキンちゃんでございますけれども、とりあえずね2カメには映しておいてあげようと思って2カメにはしょうがない映しておいてやかと思って、撮影しております。ありがとうございます。今日は金曜日だよね。金曜10月30 29か29の金曜日ですけれども、本日はねこちらのイブイブということで、ハロウィンイブイブということで、こちら、かぼちゃのかぼちゃちゃんのかぼちゃちゃんの、コスプレをさせていただきました。ありがとうございます。本番の10月31日の日曜日、明日ですね、明日は、別の違うねコスプレをして、撮影させていただきたいと思いますので、皆様ぜひぜひぜひ当日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。で今日ごめんね、終了がうまくできなかったけど ありがとうございました。本当にでもおめでとうって、高野菜一番おめでとうってね口で言えたのはねちょっと嬉しかった口で言ったのはねちょっと嬉しかったですね。私なんか不思議な気分でした。すごく不思議な気分でした。フライング組、じーちゃま、レオちゃん、タモさん、違う、じーちゃま、ふん、レオちゃん、タモさん、モフちゃん、ハート、マルタン、オーコ、ヒュノちゃん、オーン、あ、なんこれお金、レオちゃん、タモさん、上田さん、うんうん、上田さん、マルさん、鬼、パンちゃん、タモさん、パンちゃんが一番でした。なんとパンちゃん、なんとパンちゃんが一番でございました。ありがとうございます、ありがとうございます。パンシーパンシーアイコン塗ってとのことだったのでね、アイコン塗りました。あとでちょっとお見せさせていただきますね。お見せさせていただく、あとで、発表させていただきます。ありがとうございます。パンちゃんじゃ、ハリーちゃんがうんち、キタノちゃんがレモン、キタノちゃんがレモン、キタノちゃんが、キタノちゃんね、もう、ありがとう。シャドウコちゃんがふんふん、シャドウコちゃんがふんふん、マールさんが塩、マールさんがぐるぐる、リンちゃんが眠い、マールさんがふんふん、マールさんがふんふん、じいちゃまが鬼、マールさんがえん、マールさんがうんちの、キタノちゃんがおえ、マルさんがうんち、マルさんがすん、マルさんが今日いっぱいすごかった。マルさんありがとうございました。でも全然狙わないっていうね、チキは狙わない。松崎氏とちょっと違う感じのちょっと違う感じの攻め方狙ってくれ。でもね思うのはね、みんなが気を抜いた瞬間にね、マールさんがねチェキをね取ってくれる気がしてんだけど、違うかな期待してるんだけど、キタノちゃんがうんち、キタノちゃんがうんち、マールさんもうんち、3連発ありがとう。マールさんありがとうございます。ジータマがハート、ジータマがハート、キタノちゃんがふん、キタノちゃんがふん、キタノちゃんもふん、もうここうんちだよ。誰のせいだろう、私のせい。タラコちゃんがうんち、ハリーちゃんがふんち、ジュネモちゃんがふんち、ジュネモちゃんがふんち、上田さんがびっくり、モフちゃん、あれモフちゃんがうんち打ててる、あれモフちゃんがうんち打ててる、あれモフちゃんがうんち、タラコちゃんさすがうんち嬢ですね。おやすみなさい。うんち嬢じゃねえわ、私がね、うんちのスタンプをね、高野菜でもらった時にね、うわー、うんち初めて見た、うわー、壁の向こうには、取り切れない、うんちがあるんだよ、つってね、アルミンみたいにね、エレン、壁の向こうには、取り切れないほどの塩があるんだって、海っていう広いところに、商人が取り切れないほどの塩があるんだ。それの風にね言ってみたらみんながうんちくれた。しかしもぐちゃんがうんち、もふちゃんがうんち、ありがとうございました。ということで管理画面の方も、
滑り込みの方がいらっしゃらないモフちゃんが最後でしたので、白玉子ちゃんが、白玉子先生がプービー賞でございます。おめでとうございます、おめでとうございます。今日もね、今日もあの何枚かね、レオちゃんのもね、レオちゃんだよね、レオちゃんのやつも、撮ってますので、これはあの動画内で、動画じゃないで、ライブ内で1枚撮ったのと、これはね、これは大失敗、これ大失敗、すごい哀愁漂う激しく哀愁漂うね、こちらカレー俺も失敗、これ完全なる失敗こちら撮っておりますので、こうさん、こうさんが2枚撮ってるから1枚はあの好きな時に言ってください、好きな時に言っていただければね、1枚撮りますので、こうさんの、こうさんは今日1枚、こちらのこちらで撮っておりますので、こちらでね、こうさんと白玉子ちゃんと、レオちゃん、レオちゃんです、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、ありがとう。ここがね、ちゃんとね、プニがなかったからね、ちゃんとね、ここにしました、ここにしました、絶対領域にしました、ありがとうございました。何しようとしたんだっけ、私何しようとしたんだっけ、ちゃんとね、これ冷えたよ、もうあったかいままタクシー乗れないねって言ってたけどね、もう完全に冷えた、もうすごい冷たいもん、もうこんな触れる状態だから、ここら辺のね、ここら辺のこの北野先生にもらった肉に包んで、肉にこうやって包んでね持って帰れればと、持って帰れればと思いますでございます。でパンちゃんね、パンちゃんのカッパ、パンさんのカッパ、しまって、パンさんのカッパを塗りましたので、あ、間違えた、間違えた、パンさん、こんな感じに、こんな感じにとりあえず塗らせていただきました。パンさん前回書いてたんだよね、もうすでに書いてたので、今回は色塗りをさせていただきましたけども、いかがでしょうか。パンちゃん背景悩んじゃった、何色にするか、すごい、結構こんな、結構こんなね、何個も悩んだんだけど、でも悩んだんだけど、結果赤にさせて、赤にさせていただきました。パンちゃん、食パン、食パン持ってるカッパですありがとうございました。パンシー、パンシー、アイコンの丸にしても、名前はねちゃんと隠れないように作ってみたので、どうでしょうか。また次回1番撮ってくださったら、1番撮ってくださることがあったらね、カッパにね影つけていきたいと思うのでカッパに影つけていきたいと思うので、ぜひその際はよろしゅうお願いいたします、よろしゅうお願いいたします。ありがとう皆様、楽しかったです。久々に2時まで、いや久々に2時までやったんじゃないね、なんかすごい痒いんだけど、なんだろう、珍しいよね、だって終わんないんだもん、シチューが。バナメをね戻してみたんだけど、どこにいるかわかるバナメ、バナ、さあバナメを探せ、テレテテテテテテレテテテテテテレテテ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 テ、でもこれ味は美味しいから、味はすごく美味しいですので、普通にね、普通に食べさせていただきます。さっきじゃない、ライブ中にまだ食紅をね、この食紅たちを入れる前のやつを、ちょっとだけ取ったじゃん。それはね、パンちゃんを描きながら全部食べちゃったんですよ。美味しかった、普通に美味しい、普通に美味しい。だからこれも、これはちょっと写真を撮ったりしてたからまだ食べれてないんだけど、これも普通に食べさせていただきますでございますね。もうねちょっとね、鹿猫がねカチカチながらね、ちょっとね電子レンジ人生にはこれはいかんなといかんなと思っております。ありがとうございました。日曜日のね
さあ日曜日はどんな、コスプレをするか皆様楽しみにしていていただければ。これはね、あのね、あれなんだよね、ストッキングがね違うの。本当はオレンジ色で、ここにね、あのなんか蜘蛛の巣が書いてあったり、蜘蛛が書いてあるやつなんですよ。それが一緒に届いたはずなんだけど、なぜかないだよね。だからあのやばいと思ってこれを履いたんだけど、どっかにあるといいなどっかにあるといいなって思うんですけどね。本来はそうなの、本来はこれじゃないの、本来はこれではなくて、あのこれの色かな、これの色のやつがここにバーってなってるのと、これも自分で貼ってるやつ、これも自分でこう貼ってるやつなので、本来はこういう感じだね。こういう本来はこれでございます。なんかちょっと足りないなと思ってこれをペタペタ貼らせて、100円屋さんでね貼った方が可愛いよね。これここにも貼ってるけど、貼った方が可愛いよね。100円屋さんで売ってるんですよ、やっぱこういうのが売ってて。本来これは、こういうコップのね、コップのストローにつける、ストローにこうやってつけるやつなんだけど、それをねグラスに貼ったり、いや100屋さんはすごいよ、100屋さんはすごい、グラスに貼ったりここにね貼ったりして目立たせておりますでございますでございます。今日はねつけまつげもつけたし、日曜日も多分つけまつげはつけるので、お化粧がこういうのが好きな方は楽しみにしてこういうのが好きな方はどうぞお楽しみに。ありがとうございました。ちょっとね土曜日はね私やるべきことがありますので、ちょっとライブはお休みさせていただくのですけれども、しなきゃいけないことがね、よろしくお願いしますでございます。なので日曜日皆様ぜひ一緒にまたキャッキャキャッキャしていただければと思いますでございますよ。本当にありがとうございました皆様。じゃあねバイバイ。これはね可愛いと思う、これは可愛いと思うここに貼るのはありがとうバイバイ。あ、ここに貼ってあるからこっちに貼った方がいい、こうなった方がいい。バイバイ